毎年10月になるとこの一帯は4万個以上の灯籠の明かりに照らされ出します。私は今、韓国を代表するお祭り、鎮守南高ルトー祭り2012が開かれる南高に来ています。今年は10月1日から14日まで幻想的な秋の夜空に出会います。美しい光の共演が広げられるこの祭りの様子を一足先にご紹介したいと思います。千年の都、歴史的な町鎮守で開かれるこのルトー祭りはもともとケチョン芸術祭で行われていた伝統的な灯籠遊びの形態が受け継がれてきたもので、2002年より大きなお祭りとして発展しました。韓国の10月を象徴する代表的なお祭りとして位置づけられているこのお祭りは、半紙によって作られた服を着た民族人形たちや童話の中の主人公などが情緒あふれる鎮守の美しい自然と一体となり、一層華やかに見せます。また夜にはさまざまな模様のルトーの明かりが水面に反射し、見る人に感動を与えます。川に浮かびながら踊る4万個以上のルトーの美しさは、言葉にできないほどの感動を与えてくれます。色とりどりに染まった南高ルトーに浸ってください。このルトー祭りは2004年韓国文化観光部指定育成の祭り、2005年最優秀祭りなどに選定されており、2006年から2010年までは5年連続文化観光部選定最優秀祭りに選定されました。そして2011年には韓国を代表するお祭りとして選定されています。日本の旅行専門誌 BBB では、鎮守南高ルトー祭りが10月に最も行ってみたい祭りとして選定され、世界祭り協会からは過去に金賞を3つ、銅賞1つを受賞しました。今年は水、火、光、そして我々の念願というテーマを掲げ、韓国の風習や伝統に触れ、見て感じて体験して盛り上がれる祭りになっています。祭り会場もこれまでの直村ヌからボッチャンデと鎮守博物館前広場まで拡大され、さらに多彩で大規模な内容になることで期待が集まっています。2012年の代表的な行事には、実際に体験できる2万個のルトー流しと、海岸沿い800メートルに2万7千個の灯籠の設置が予定されています。また400年前の姿で復活した伝統的な韓国の灯籠や韓国の歴史と踊り、美をテーマにした灯籠の展示、さらには子どもたちにも幻想的な体験をプレゼントすべく、世界の童話やキャラクターの灯籠展示が行われます。昼のみならず夜もまた、さらに美しい鎮守南高ルトー祭りは家族、友達と共に楽しむことができる多様なプログラムがたくさん用意されています。遊覧船で美しい灯籠を観覧しながら南高を渡る愛の橋渡り、またルトー祭りの歴史が主題となったミュージカルや鎮守民族闘牛大会、ケチョン祭りも同時に開催され、バラエティに富んだプログラムとなっています。韓国を代表するこのお祭りは、世界各国の灯籠を展示する灯籠祭りとして年々規模が拡大され、現在は世界的にも有名なお祭りとして注目を集めています。美しい南高と歴史の舞台鎮守、10月の秋の空は人々の願いや祈りが込められた4万個以上の灯籠が高南を埋め尽くし、秋の夜空を幻想的に彩ります。韓国の秋の代表する鎮守南高ルトー祭りをぜひ一度訪れ、その特別な光に触れてみてはいかがでしょうか。 NSP 通信、金城若菜でした。